今回はワードプレスのメリットについて解説します。ワードプレスのメリットはコンテンツの更新が簡単という点です。ブログの更新やページの追加が操作に慣れてしまえば簡単にできます。最初のうちは HTML もほとんど使うことがないです。そのため初心者でも簡単にホームページ作成が可能となります。今回は以上となります。